お世話になります、ひとりでございます。以前13万円で402本の中古ロムを買う動画を上げたのですが、その動画の中古ロムのデータはほぼ見れておらず、その中古ロムには初代のポケモンもあるんですよね。初代は1996年発売ですから25年も前のもので、どうやら内蔵電池の寿命が10年程度でとっくに過ぎていて、今起動してもデータが消えてるものが多いらしいんですが、以前一つだけ動画撮影時に起動してみたらデータちゃんと残ってたんですよね。となると25年前のデータの中身がどうなっているのか気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は25年前のポケモン初代の中古ロムのデータはどうなっているのか検証していきたいと思います。はい、ということでたくさんね中古ロムある中の一部となっております。他にもね2箱3箱ぐらいありますね、残り。ただ今回はこの中からね適当に取ってやっていきたいなと思います。初代ですから赤と緑ですね。それをまあ赤5つ緑5つぐらい取りましょうか。じゃあ適当に、はい、じゃあ赤1個、はい、緑1個、名前書いてありますね。昔ならでは、今の子は多分こういうの分かんないと思いますけど、名前タクヤさんかな、タクヤさんのお借りしますね。はい、それで、ピカチュウ版ってのは確かあれだよね。金銀でいうクリスタル的扱いですよね、多分。なんでこれは初代じゃないと。はい、で、緑もう1個。で、はい、はい、はい。あ、赤ありましたね。なかなか難しいっすね。結構いろんな種類があるんでね、やっぱポケモンですので。はい、で、赤でしょ？はい、それで、赤、で、赤、OK。で、はい、緑と。なんかここにシールついてますね。かっこいい、これいい。はい、それで緑。よし、あった。深く眠ってた。これめっちゃ綺麗。ということで、緑1、2、3でしょ？で、C、5で。で、赤、1、2、3、4、5。ということで、10個ね、データ中身見ていきましょう。はい、じゃあね、ゲームボーイプレイヤーっていうね、ゲームキューブでできるね、やつを使ってやっていきます。まず赤番からね、いきたいと思う。ちょっと待って、いきなり壊れてる？なんか表示がおかしいんだけど。え？これつけれてないってこと？ただし、起動失敗？ちょっと、電池がないってことか、ちょっとよく、なんか変なことになっちゃった画面が。待って、いきなりかよ。一回抜こっか。往年のカセット夫婦をやりましたね。いつぶりだろう。どうかな？いけるかな？あーなんかちょっと変わった。またなんか表示がちょっと良くなったんだけど、ふーってやったら。お、来たんじゃない？来たんじゃない？どうかな？電池切れてるかな？電池切れてる表示とかもあるのか、それすらも私分かってないところなんですが、行きましょう。ゲームフリークさん来いよ、頼むよ、データあれよ。あーデータねえか。ちょっと待って、これもしかして全部データないパターンはないでしょ、さすがに。それひどい。ひどいぞ。ちょっと待って、それ、私13万円も使ってさ、これ全部揃えたのに。じゃあ次緑行きましょう。赤緑、赤緑って交互にね、やっていきたいなと思いますよ。つかねえし。本当に不具合が多いな。やっぱ初代はさすがに。オッケー、ついた。お、なんか押し込んだら急についたわ。こんなパターン珍しい。来いよ。頼むよ。来いよ。来て。おー、オッケー！これで喜ぶのもあれだけどね。続きから始めるとりあえずあるっていうことで。まあでもさっきの、あー待って、もうダメじゃん、さらんへんよ、だって。0個のポケモンズが2匹、30分。ということで、多分ね、ほぼね、ポケモンしか持ってなくて、暇な時間があってもう一回やろうと思ったけど、いざ起動してちょっと始めてみたけど、全然もう飽きちゃってるから、すぐやめちゃうみたいな、めちゃめちゃあるあるですよね、本当に。前の動画でも言ったけど、まあとりあえず、見てみようか。一応ね、ああ、もう、ゴリゴリに、これ、時はの森か多分。サランヘヨって、なんか、みんなサランヘヨにしてんの？この方は。なんか、色違いに見えるね。これ、こっちも見てみましょうか。アゼリガメか。普通に。普通の、何の突っ込みどころもないやつでした。ただ、サランヘヨっていう言葉だけ、この方ハマってたんでしょうね、多分。そんなやつでした。はい、じゃあ赤いくよ。来いよ！頼むよ！ああ、もうダメだ、これ。これ電池ないから続きから始めれないってこと？どういうことなんだろう。試しに押してみる？なんか電池がないとか言われないかな。あ、別に特に言われないか。そういうわけじゃないのかな。普通にただ最初からにしただけなのかな。ちょっとそのあたりわかんないですけど、もうおそらく電池がないからなんだろうな。今までで一番地味な回になるぞ、これ。またつかねえわ。ダメだ。OK、来た！頼むよ。本当に頼む。あー、もうダメだ、最悪の動画になるこれ。わお、なんかこういう風にちょっとずつね、
任天堂の文字が正しくなりつつあるっていう。来てくれ頼む。ちょっとやばい。来てくれよ、来いよ。あーもうダメだ、本当にダメだ、全部データね。来いよ頼むよ。ファイルのデータが壊れてます。え？この表記逆に新しいわ。多分これ電池がないってことじゃないの。ってことは今までの最初から始めるって普通になってたやつは別に電池がないわけじゃなくて普通に始めっからにしただけってことかな。どういうことなんだろう。頼むよ、来てくれよ、来いよ。おお、あるぞあるぞ。まずここで一段階喜ぼうね。あるから続きから始めるが。はい、じゃあここで見るよ。あ、一個？たくやさん頼むよ。学校もちょっとなんか見覚えのあるような場所だね。わあすごい不思議だね。人影ゼニガメなんで持ってんの。もらえるんだっけ。3体もらえないよね。他のとこからわざわざやった。あ、やっぱそうっすね。親スタジアムって書いてあって、さっきのは親たくやって書いてありましたから、これ多分わざわざ別のソフトから送ってきたってこと、通信ケーブルで。それすごいな。この方かなりポケモン楽しんでるね。親マッチョですから、やっぱり友達からもらったのかは知らないですけど、自分でわざわざ通信ケーブルとか用意して別のソフト進めて、それで交換してわざわざこの3体を入れて進めてるっていうことなんだ多分。めちゃめちゃ楽しんでんじゃん。しかもこれさっき表面にタクヤって書いてあるソフトありましたけど、そのソフトじゃなかったです。そのタクヤさんかと思ったら。はい、じゃあ赤ラストいきますよ。赤ラスト来い。あーダメだ、データが壊れてますとか出てこなくても多分もう電池ないってことなんかな。やっぱり今度はすごい文字になってる。 OK、 ラストっすね。行きましょう、来い頼む、来てくれ。おーい、来た来た来た、いいぞ、頼むよ、来いよ。あー、なんでみんなこんな1個なの。バッチ1個でやめちゃうの。やめちゃうんかい。ポッポしかいないし、交換したのかな多分他のとこに。しかもじゃあ私以前の動画でなんか企画やるために適当に1本だけ引いたんすよ。そしたらそれが結構進んでるやつで、確かもうバッチ8個あったんじゃないかな。それがたまたま出てきたんですけど、それ奇跡的だったってことですね。赤番だけでも多分数十本ありますから、相当な確率でいいやつ引いたってことですね。まあこの動画では引けなかったけど、ちょっとこれじゃさすがに絵的にきつすぎるんで、もう追加10本やりましょうか。ただいま用意してまいりましたので追加10本見ていきましょう。3分の1ぐらいかな確率的に。続きから始められるのは、あ、ファイルのデータ壊れてます。出た、この表記、これはもうダメなんだよな。オッケーオッケー。あー2連チャン壊れてる。頼む、来てくれ、来い。おい来た、頼むよ、1回ぐらいちょっとミュウツーでも見たい、来い。あー3個か。プレイ時間5時間だから結構今までの中じゃやってる方だね。かなりリザード、ピカチュウ、ビードル、トランセル、ズバット、謎の草。まあでもいいね、初代のポケモンがっつり揃ってて。リザードが地球投げ、メガドンパチ、ヒノコ、居合切り、秘伝要因にされちゃってるね。ピカチュウ電気ショック、10万ボルト、電磁波、電光石火、いいね、すごいいい技。ダメか、よしよし、来てくれー、来い。あーもうやだ、うん、来てよ、頼むよ、頼むよ。おっしゃ、いいよ、来いよ。はい、あーなんだこれ、みんなバッチが少ない。基本2個で10匹だね。おー嫌なとこだね。嫌なとこだ。こっから動きたくもないわ。瀕死になってるスピア、テントウムシのマーク、謎の草、花のマークですね。かわいそう、またリザードいる、同じぐらいのレベルだし。いいねリザード。のしかかりメガドンパチ、ヒノコ、怒りということで秘伝要因にはされてないですね。よっしゃー、あーもうダメだね、来てから、うわマジか、なんかこれ来る気がする、来る。あー壊れてんかい。うわ謎ループに入った、一番ぶっ壊れてる。これ怖いよ、こういうのやめてよ、怖いから。何回もこれゲームキューブが壊れちゃったんじゃないの。これゲームキューブもなかなか古いやつだからね。しかも何回も起動したりしてるから壊れちゃったんかな。来てーくれ、頼む、来い。よし、いいよいいよ、ミュウツーとか来いよ、来いよ。オッケー、来た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 。トモヤスさん持っているバッジ8個、ポケモン図鑑51匹、プレイ時間41時間、これ相当やり込んでるぞ。あ、ただ、図鑑が51匹だからな、ちょっと怪しいけど、でもプレイ時間41時間って相当だぞ。かなりやり込んでるね。いくよ、見るよ。はいはいはい。まず道具から見ていこう。これはちょっと大事にしていきたいから。
いい傷薬27個やり込んでるね。船のチケットあるね。元気のかけらま、船のチケットどうなのかどうわかんないけど、いいものなのかもわかんないけど、ポイントアップあるね。進めてるね。マスターボール88個あるね完全にあれだね、バグやってるね、使ってるね。多分それやって楽しみたかったんじゃないの。他の意外とここで終わりかい、意外とここで終わりかいまあ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 、それはいいよ、来いよ。おい、バグってる、バグ個体来た。あ、でもすげえ、ギャラドス61、もうバグり、もう何これ、名前が HP のゲージじゃんHP のゲージ、レベル35、HP100、それがバグってんかい。198になってんのか、88分の198 やばいっしょ、それは。で、風伝でしょ、風伝くん。で、ストライク、ゴルラッタ、ゴルラッタって何、ゴルラッタって。ラッタか、なんでゴルついでんの。え、穴を掘る怒りの前歯、必殺前歯、レートビーム。あ、で、PP とかも結構増やしてるっぽい感じだね。これもバグかな、なんかバグで何でもできるもんね、多分。ストライクもちゃんとやる。ストライクかっこいいよね、マジ。フーディンもいいね、ほんと。自己再生、キノコの方針なんか覚えんのサイコケニス破壊光線。キノコの方針なんで覚えんのこいつが。こいつ見てみよっか。こいつ何なんだ、オショウ。あー。カモネギね。全然見えないけど、もうもはやカモネギね。で、乱れ月、居合切り、空を飛ぶ波より。かわいそう、秘伝要因だ。で、ギャラドス、一応見とこっか。ギャラドス。なんか赤いギャラドスに見えるね。こいつ色違いじゃないよね。だってでも。はい、10万ボルトハイドロポンプ、吹雪、大文字。すげえなぁ。ポケモンセンター行こう。これ家で見れんだっけ、自分の手持ち。パソコンあるんだっけ、ないか。あ、つうか、初代のさ、家って、自分ちって1回しかないんだ。そっかそっか、2階あんじゃん。だってこの見た目ね、周り的には。友也の家、あ、こっちが自分ちか。あったあったあった。え、なんであっちは1階でこっち2階、2階行こう。パソコンあるよね、見れるかな。ここで無理か。友也ファミコンをしてる。よし、そろそろ出かけよう。やっぱその時代の設定に合ったものなんですね。こっちも2階あるよね。やっぱ何に2階なかったんだろう。うわー、ここ行くのか。よし、どんなやついるか気になるね、これ。結構頑張ってやってるから、この人は。ポケモンリーグ行ってるっぽいね。ちょっと見てみようか、そこ、最初に。ポケモンリーグホストを繋いだ、電動リスト管理システムを呼び出した。あー、ギャラドスか。さっきのメンバーかな。あ、しかも何これ、ギャラドスの名前。お、いや、ユードスってなってますね。で、リザードン、はいはい。ゴルラッタ、はい。次は、怪力、なんかいないの。フーデン、ちょっと伝説とかはいないか。殿堂入り後に手に入るのかな。あ、いないか、やっぱり。でもすごいちゃんと、まあバグやってるからちゃんとやってるとは言えねえか。でもすごいっすね。すごいわ。40時間やるのはいかついよ。見るよ。ヨプラス。あ、ミュウツーいんじゃん。ミュウツーいますね。ミュウツー見てみよっか。ナメゾウってのも気になるな。ボックスを変える？あ、ボックス他にもあんだ。連れていく。人影、不思議だね。ウクスツ。なんじゃそりゃ。ボックスを変えるたびにレポート必要なんだね。EV、ラッキー。ラッキーめっちゃいいんじゃん。それすごくね？カビゴン、ラッキー、イメンクス。名前がなんかよくわからないな。ちょっといくつか気になるのをちょっと見ていきましょうか。まあ、イメンクスちょっと引き取ろうか。あと、ラッキーとかも適当に見てみる？ウクスツ見てみよっか。まあ多分ラプラスだけど、ヨプラスね。で、ミュウツー。で、ナメゾウ、ちょっと、あとこいつラストで。じゃあ見ていきましょう。いくぞ。はい。何なんだろう、こいつ。はい、イメンクス。あ、カメックスか。そっかそっかそっか。普通にそっか。なんでイメンなの。技は何よ、技。技はスピロサー、噛みつく、レイトビューム、吹雪。結構強いね。ラッキーは？ラッキーは、小さくなる、丸くなる、光の壁、ステミダックル。いいね。つか、やっぱすごいな。攻撃22、防御19、素早さ74、特殊123。いいね。めっちゃ偏りがあって、すげえいいっすね。あ、ウクスツって、まあ、なに、どういう理由？ちょっとよくわかんないけど、ゼニガメなんだね。ヨプラス。こいつはラプラスでしょ。違うのかい。しかも弦がめっちゃかっこいいじゃん。なんかケムクジャラみたいな感じで。かっこいい、この弦が。超かっこいい。好きだわ。水鉄砲。水鉄砲？鳴き声っていうね。どういうことだ、これ。てか、水鉄砲なんだ。水鉄砲かと思ってた。ミュウツーかな？これ本当に。ミュウツーだよね、さすがに。来たー！ミュウツーいいね、ミュウツー。ちゃんと捕まえてたんだ、この人。攻撃160、防御150、素早さ201、特殊240。やっぱ強いね。スピードスター、最高気にする。バリアあった！バリア！いいね、この技。好きだわ。バリアミュウツー、自己再生。ナメゾウはなんだ、これ。
なめぞう。あー、こいつか、こいつか。まあ、なめぞうだわ、本当に。何これ、時々さ、ちゃんとした、的確なあだ名つけてんの。すごいいい人だね、この人。叩きつける、踏みつける、金縛り丸くなる。結構地味だな。ってことで、ちょっとミュウツーのバリアーが見たいので、やっていきましょう。来てくれ。頼む。よし。はい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 。いいね、こらった。ミュウツー、来たー。かっこいい。心もかっこいいね。いいね。やっぱ。なんか怖い感じがしていいね。バリアー、エスパータイプの技、使え。ベイ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 、来たー。防御力がぐんと上がった。強いねー。はい、これで2食らうんかい。1じゃないんだ。まあいいや、これ見れたから。まあこれでね、一応一つ、いいのを取れたからいいでしょう。よし、ラストですね。さっき赤番のラストで、あれ出てきたのはほんと奇跡的だな。このラストの回も、ちょっと奇跡起こしたいよ、このまま。うわぁ、なんかすごい !3 つになってる。ある意味奇跡だ。すごいよ、これ。逆に。でもさ、20本全部ちゃんとついたからね。それがすごくね。25年前のもので、もうボロボロのやつばっかなのに。まあ、つかなかったけどよ、これ。ついたと思ったら。いや、壊れてんかい、最後。どうなんだ、これ。頼む。来たから。ついたから、最後のやつつかねえんかい。そういうパターンあり。無理か。N が微妙に欠けてるな。この任天堂の文字でね、どれぐらいつきそうか分かるっていう。OK、行ったんじゃん ?OK、OK、行った!これめっちゃつけるのに時間かかったよ。ってことは、いいや、作るんじゃない?ラストだよ。ラスト来いよ。絶対来いよ。頼むよ。来い。頼む。来い。OK! いいよ!いいよ!来る。これ来るよ。頼む。来てくれ、ラスト。オッケー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。綾波だって、綾波レイでしょ、これ。完全に綾波レイでしょ。しかもプレイ時間33時間、レイレイだから、綾波レイってことじゃん、これ完全に。ポケモン時間79匹だから、さっきよりいいかな、多分。いいよ、いいよ、期待できるよ。意外とあるもんなんだね、でも。中身見るよ。まず、道具から行きましょう。綾波さんの。どうだろう。すごい釣り竿さっきなかったからね、いいね。学習装置もさっきなかった気がする。回復の薬。ちょっと道具は少なめかな。さっきの方よりは。さっきの方めっちゃ多かった。まあ、さっきの方はバグ使ってたからかな。おー、来た!ミュウツー!いいね、いきなり。ボローニャ、ギャラドス、フリーザ、モルフォン、リザード、めちゃめちゃいいね。めちゃめちゃグドだね。いいね、親、大地くんだって。いいっすね、親名も。洒落てますね。スピードスター、サイコキネシス、バリア、自己再生。ナイス、ナイス。かっけえ。ミュウツーはやっぱ。で、ゴローニャ?ゴローニャもなかなかいいんじゃない?だって。交換しないとダメだよね、確かこいつ。岩落として自爆固くなる自信。ナイスイングじゃん。はい、で、ギャラドスね。で、お、ギャラドス。あれ?さっきよりちょっと緑っぽい感じか。あ、でもそっかそっか。これ、緑版だと緑っぽいってことなの?そういうことなのか。さっき、ギャラドスいたけど赤っぽかったもんね。それ多分赤版なんだ、多分。竜の怒り、波乗り、怪力、バブル光線。バブル光線とかやんのか、こいつ。はい、フリーザー。フリーザーどんな感じ?いいね、フリーザー、かっこいいな、なんか。神々しい感じしていいね、ほんと、昔のやつ。で、つつく、レイドウィーム、スフーキー、空を飛ぶ。いいね、いいね。つつく、覚えるのかわいいね。で、モルポン。懐かしい。いいね、こいつも。毒の粉、吸血、シビル粉の再起光線。はい、リザードン。いいね、こいつももう、剣盾の主人公みたいなもんだけどね、なんかもはや。2回目の主人公みたいな感じだけど。地獄車、地割れ、地震、大文字。いいっすね。地割れ覚えてんだね。怖いね。4つの技に、それぞれに字がついてるってのはもうまた、おしゃれだね。いや、これもうすでに結構興奮気味だよ。これ、ポケモンセンターもちろん行きましょう。ラストでこういうね、ちゃんと来てくれるってのがありがたいっすよね。本当に YouTuber として恵まれてると思いますよ、これは。はい、じゃあ、ちょっとポケモンリーグ見てみましょうか、また。ポケモンリーグホストと繋いだ。電動入りシステム、電動入りリス、電動と入りでさ、分かれてるから読みにくいんだよね、これ。管理システムを呼び出した。はい。一回電動入り。フリーザー、ギャラドス、あ、同じやつか、多分。リザードン、カメール、カメール?ミュウツー。ミュウツー強すぎだよ。73レベル。不思議そう。ああ、そういう感じか。連れてく。そんなん言うても、ポケモン持ちきれへんやんけ。なんで関西弁なの?とりあえず預けるか逃がすかしたらええんちゃう?ちょっとイントネーション合ってるかわかんないけど。連れてく。で、プクリン、ライチュウ、ミュウツー?ミュウツー?あ、ミュウツー2体持ってんだ、この人。すごいな。プクリン、ライチュウ、ミュウツー、メタモン、ラッキー、ヤドラン。結構いろんないい感じのやついますね。なかなかにグッドだよ。服装変える。
ビリリダマ、ニドリーナ、タマタマ、ニドラ、オス、サイホン、ニドラ、メス、カビゴン、サワムラ、ラプラス、カラカラ、ケイシー、マダツボミ、キャタピ、ポッポ、トランセル、コクン、プリン、ズバット、石つぶて、スリープ、ディグダ、コラッタ、ドードー、コンパン、サンド、パラス、ポケモン、言えるかな？歌みたいな感じになっちゃったね、今。じゃあラストのボックスだね、これ。ユンゲラ、シードラ、ジュゴン、ブーバー、ベトベトン、ドガース、ロコン、ベトベタ、ポニータ、コダック、パウアウ、ヒトデマン、コイル、メノクラゲ、ゴルバット、ピクシー、オショー、マタドガス、ブースター、プテラ、クラブ、イワーク、ゴローン、ニャース、カメール、不思議そう、コダック、ポケモン、言えるかな？みんな、言えるかな？なっけな、チャラチャラマイスな、ポケモンの名前みたいになっちゃいましたね、また。ね、オショーってなんだっけ？オショーって確実にオショーっていう名前でもらうのかな？さっきも言いましたよね。カモネギですよね、多分。あ、つくこれ、わざわざ手持ちに入れないでも強さ見れるんですね。知らなかったわ。まあ、特にあんま気になるやついなかったですね。シードラ。ここでは最終進化系でしょ？キングドラまだいないもんね、この時。なんかこいつやっぱ寂しいよな。シードラで終わっちゃうのって考えたら。キングドラめちゃめちゃいいポケモンだもんね、だって。うわぁ、ジュゴンとかもね、めっちゃいいやつよね。いや、ジュゴンはほんと変わんねえな。今も昔も。特にほんと、見たいやついなかったね。ヒトデマンってなんか昔っぽいポケモンだよな、いかにも。いいよな。オショー。オショーは、やっぱカモネギだよね。あ、誰かからもらうんだっけ、これ。そういう風につけるのが、普通なのかな、ニックネーム。特にほんと見るやつがいねえんだよな。じゃあもう一匹いたミュウツー見て終わりにします、これ。はい、ミュウツーかっこいい。めっちゃ食らってんじゃん。しかも状態氷だし。なんで大丈夫こいつ。相当ダメージ食らってんじゃん。なのに技一つも使ってないっていう。不思議だね。ということで検証結果、25年前のポケモン初代の中古ロムのデータはそもそもないことが多いでした。それなりに面白いものもあっちゃあったんですけどね。私が買ったものはほぼ無意味だったということで、私は辛すぎておねしょダイニングでしちゃいました。